はい、パリに戻ってまいりました。で、今オルセー美術館の前ですね。で、予約ドリキンがしてくれたので、見に行きたいと思います。オルセー美術館いろいろなんかゴッホとか、あと、なんだっけな、モネとかあるみたいなので、それ混んでなきゃいいんだけどなっていう感じです。はい、オルセー美術館の正面玄関ですかね。じゃあちょっと入りたいと思います。はい、オルセー美術館の中入りました。すごいなんか上品な感じ。落ち着いた雰囲気ですね。なんかドリキ曰く駅を改装したらしくって、ちょっと天井とか駅感がありますよね。ドリキ曰くってかチャット GPT 曰く。あ、そうなのね。はい、ゴッホこんな間近で見れて超感動。ディテールすごい、近くで見れてちょっとねいいですね。はい、オルセー美術館一通り見て、ゴッホとかモネとかゴーギャンとか印象派がいっぱいあるんですけれども、なんかちょっと馴染みがあるのが多くて楽しかったです。はい、おはようございます。多分昨日のやつと今日のでガッチャンコなんで何日目か分かんないんですけれども、今日はこれからベルサイユ宮殿に行きたいと思います。いや、その前にご飯ですね。めっちゃ腹減って常に昼過ぎ行動。ちょっとね、今回はね本当に体力をつけなきゃいけないということを学びました。で、今、ベルサイユ宮殿の前にご飯食べに行くのでウーバー待ちです。もうじゃ来ますか。あと1分。はい、なんかパリ結構、パリも雨が多くて、あれですね、降ったり止んだり、あ、暗くなった。なんでここ、なんであえてこの暗いところに撮る。暇だからさ。あえてのここで撮るぞ。そうですね、あ、街並みが分かりやすい。で、あ、なんか今日慣れてきたのかな、あったかい感じがします。そうなんだ、気温が、体が慣れてきたのかも。はい、じゃあちょっとここで待ちたいと思います。はい、まず今日の朝、もうランチなんですけれども、もうランチなんですけれども、コッシーここに行きたいと思います。はい、ここコッシーおすすめということでやってまいりました。めっちゃ人気で混んでるので早く行きたいと思います。はい、注文してから来ました。これがなんかデザートおすすめなんですかって聞いて、アップルクランブル、これが一番で、ティラミスとキャロットスープで、フォカッチャ、ちょっとまだ開けてないのでちょっと開けてみたいと思います。はい、フォカッチャ、開けてみました。こっちがローストビーフで、ドリキン食べてる方が、モッツァレラ。どうですか？うまい。うまい。これは、確かに毎回行きたくなる。あ、本当。じゃあ早速いただきたいと思います。はい、今、アップルクランブル食べたんですけれども、めちゃめちゃ美味しいですけど、過去一でした。うん、なんだろう、これサクサク、上のサクサクと中のアップルがすごい甘すぎなくて美味しい。だけど甘い。てかその前のフォカッチャモッツァレラフォカッチャサンドイッチ、うん、一口しか食べないとか言ってたんだけど、めっちゃ食べた。食べた。止まんなくなった。めっちゃ軽いんだよね。衣っていうか生地がすごいサクサクしてて、ね、美味しかった。めっちゃテンション上がる。ね、美味しかったです。また来たいです。電子マンかな。ちょっとさっき食べたホカッチャの隣にある、隣にある雑貨屋さん。めっちゃおしゃれ。ちょっとここしばらく見たいと思います。ちょっとフラッと入ったお店が可愛くて2着買ってしまいました。2個買ったらセール繁栄ということで、1着買うとしたら2個買うはめになりました。
ベルサイユ宮殿到着しました。ドルキーさん雨です中に早く入りたいですね。しかし金箔すごい、なんか多分すげえ派手なんだろうなと思います。はい、ではツアー開始したいと思います。はい、ベルサイユ宮殿一通り見て、5時半閉店なので外に出てきたんですけれども、一通りガーデンやら何やら見てすごい良かったです。で、なんかあの マリアントワネットの肖像とかね、いろいろ写真撮ってみましたので、いいのが撮れたらちょっと載せたいと思います。ベルサイユ宮殿からルーブル美術館の近くまで来ました。ルーブル美術館の隣にこの観覧車があることを遠くから見てたんですけど知らなかったです。ちょっと勘だけで来たこのチョコレート屋さん、すごい立派なのでこの16ピーシーズのやつを買いました。私がクロワッサンが食べれなかったお店、違うお菓子作ってます。これは明日のため、これは明日のためなのだろうか。多分明日の仕込みじゃないか。なるほど。じゃじゃーん、なぜかアップルストア、オペラ座の向かい側が大きなアップルストアらしくって、ちょっと夕飯の近く、夕飯食べるところに近かったのでトリキンと寄ってみたいと思います。多分中は一緒だと思うんですけれども、おお、アップルストアの向かい、オペラ座、こっちすごい。ちょっとね、次回はオペラ聞きたいので予約して行きたいなと思ってます。アップルストア、オペラのアップルストアはちょっとやっぱり違いますね。じゃじゃーん、来ました。本日はこのフォーと、フランスのなんか結構ベトナム料理でボブン来てる、ボブンなってる、ちょっと分からないんですけど、これを中にこれを入れるらしいです楽しみです。はい、ドリキンさん、今日は、先ほどベトナム料理を食べて近くのカフェ、結構遅くまでやってるので、しかもなんかボックス席でプライベート満載なところに連れて来てもらって、めっちゃ優しい店員さんでした。で今ちょっと食べちゃったんですけどレモンシャーベットとレモンソルベとコーヒーアイスクリーム頼んで、今お茶ラテですか。で私はデカフのコーヒーなんですけど、明らかになんか飲んだらシャッキリしましたデカフじゃない気がするっていうところですかね。はい、どうでしたか今日ベルサイユ宮殿見ましたね。いや寒い、なんかね、良さが動画では取りきれなかった、ちょっとこうあれがあるけど、もうあれしょうがないねっていうぐらいすごかった。あ、ベルサイユ宮殿、ベルサイユ宮殿、あ、私も思ったすごかったけど、なんかこう YouTube 動画で伝えたいなっていう、多分なんか何も伝わらないなと思って、表現力がなかった、あ、ただすごいしかない。そうだね、知識、あ、その歴史のね、私はなんか、うん、その王宮時代の人が作り上げた、うん、なんかその究極感あるじゃないですか、うんうん、あれはすごいな。私はなんかベルサイユのバラが最高知識で、若干聖地巡礼みたいな感じで、なんかアニメだけどね、なんかマリー・アントワネットの肖像画とか見たら、すごいファーってきちゃった。あれは感動した。ベルサイユのバラ、なんかベルサイユのバラとガラスの仮面が一緒になってて。全然違うから。ベルサイユのバラは、あの頃のマリアン。リボンの騎士も、それは手塚治虫だね。そうか。うん。ベルサイユのバラ知らない？名前はもちろん知ってるけど。オスカルで、オスカル。結構じゃあ、リアルっていうか、ちゃんとした。
そうだね、マリー・アントワネットのなんか歴史をたこうなぞってるけど、そのパスカルはなんかキンドルで探してる、ちょっとあれだけど、ね、の読むには相当いっぱいあるよ、うん、大丈夫ですね、三国志60巻も何度でも読んだ男。へえ。私はあれ結構 ちっちゃい頃からあれも何回も何回も読んでるから、あの時代がすごい憧れっていうか、うん、でそこになんか行った気分になって楽しかった、うん、はい。ただ雨で、あとちょっと夕方に行ったんで、なんかあの日の光で明るく見えなかったっていうか、ちょっと薄暗かったんで、ちょっとね、そう、動画も撮りづらかったっていうかね。まあ、でも、すごい、なんか、すごく綺麗だったね。14巻しかないじゃん。あ、本当に？余裕です。私もじゃあ読み返そうかな。私、アニメで見てるから、アニメと両方見たかな。うん、アニメすごい、うん。フランス革命を背景に展開される人間ドラマ。そう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 。マリー・アントワネット・オスカル・フェルゼンの出会いが始まった。あ、そうそう。結構史実なんだ。でもね、オスカルはちょっと架空みたいよ。そのフェルゼンとか。マリー・アントワネットは本当にこう、なんかあの時のなんかこう、雰囲気がすごいちゃんと出てるっていうか、絵もすごい素敵だからさ。はい。そういうことで、ベルサイユ宮殿。ずっと行きたかったところにようやくこの年になって行けた。私ちょっと20代の時行きたかったなってちょっと思っちゃった。もう何回も来たいな。ちょっとなんかパリの市内がちょっと外れてんだよね。全然聞いてないね。なんか読み込んでる。バラにすごい光って。読み込んじゃった。うん。ということでまた行きたいなって思ってます。あと全然関係ないですけど、その後に行ったベトナム料理のとこで飲んだジャスミンティーがめっちゃ美味しくて、おばちゃんにどこの、ここで買えるのかさ、明日なら買えるって、多分明日来ないだろうなと思ったので写真撮ったけど、全然買えそうになくて、明日また来ようかなって思ってる次第です。はい。ということで今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。多分昨日撮れなかったんで、ワンスキップして、ガッチャンコしてると思うので、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけども、昨日のと今日ので、その説明いる？楽しんでいただけたかと思います。っていう。はい。あ、それです、それです。その子。ベルサイユのバラですね。はい。はい、じゃあ、バイナラー。